はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、こちらのジムニーです。ありがたいことに磨きコーティングのお仕事をいただきました。ありがとうございます。コーティング専門店、YouTube を見てくださっている方でね、うちの方にわざわざね、遠方からうちの方にご来店いただきまして、磨きコーティングのご依頼いただきましたよ。ありがとうございます。この辺がまだやる前の状態ですね。磨きとかまだ全然入れてないんで、ちょっとなんだろうな、このくすんでる感じがありますね。こういう風な状態のやつだと磨いた時だいぶ綺麗に、ツヤとかも出ます。すごいいい感じになるよ多分これね。こちらも磨いたやつ、まだコート剤塗り込みする前ですけど、磨いただけでね、だいぶもう違うのが分かるかな、ね、これを全面磨いていきます。毎日磨いてます。ありがたいです。こうやってね、健一の磨きをねご依頼いただくっていうのは本当にありがたいです。あと今日はなんだっけかな、ちょっと自撮りしながらたまには自分のことも映しながらやるのもいいかなと思ってね。こちらこれジャイロキャノピー、これね、先日ヤフーオークションの方で1円スタートで出したやつがね、9万7000円かな、9万7000円まで値段の方上がりましたね。いやー、びっくりしました。ありがとうございます。非常ね、エンジンは動いて、まあ動画の方にも撮ってはあったんですけども、まあ現状販売ってことではやったんですけど、まあとりあえず動きます。普通に走っては走りますね。メーターの方が動いてないのかな、メーターワイヤーがダメになってるんで。でもこちらのもね、落札してくれた方が、うちの YouTube をね見てくださってる方みたいでね、動画見てますなんて言っていただきましたね。ありがとうございます。本当にありがたいですね。ジャイロキャノピー今ね、輸送の手配をやるところかな、まあまあとりあえずピースでもこのようなね、ヤフオクなんかのやったりしてましたなんか変だな、自分でこのカメラを持ちながらこの歩くっていうのはなんかすごい、なんか変な感じがするな。それと今日はね、四駆のターボの三菱トッポ入荷してきたんで、こちらです。大和急便さんが来たな。はい、それとね、ちょっと自撮りタイプやりづらいからやめますそれと今日こちらのトッポ、三菱トッポ、四駆のターボ22年式です。車検の方が来年の8月まで残ってますね。四駆のターボいいね、7万キロちょいです。まあまだ内装も外装も何も仕上げていないんで、とりあえずうちの方で、ファンベルトの部分がキュル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 言ってたんで、ファンベルトとあとオートセンショナーの交換をしますね。あとは特に問題なかったかな。リフトアップかけて一応点検をかけているんですけれども、まあ特に問題はなくて非常に調子のいい車ですね。ファンベルトがキル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 言ってました。まあ10年経ってくるとね、いくら7万キロだっつってもオートテンショナー、ファンベルトを貼り付けしてるんですけども、それがオートで自動でね、バネでこう貼り付けになってるんですよ。まあすごい簡単にだから交換ができる、ファンベルトの交換なんか非常にね、構造的にはいいんですけども、まあそれのバネがやっぱ弱っちゃうんで交換をします。じゃないとうるさいんだよね、キル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 ってさ。まあとりあえず、まあ、あとはもう問題ないね。四駆ターボオートマ最高です。とりあえずこちらの内装外装仕上げで店頭に出すようになりますね。四駆ターボオートマ探そうと思うとないがんね、なかなかね。ほんでまだ7万キロちょいだしね、いい感じの車です。あとはこんなとこかな、とりあえず朝一。
アドアないな、特にな、うん、今日はね特にお客様のお約束が、今ねうちのけんちゃんがやってくれた磨きコーティングのご依頼ぐらいかな、それぐらいだったね今日はね、うん、こんなとこだな。あとこのバイクドが、そうだな、このバイクドがな、クリズラ、うち車屋だからね、じゃあバイクの取り扱いもさ、うちのシカちゃんがねバイクが好きで、じゃあちょっとだけバイク取り扱いやってみるなんつってさ、オークション入会してバイクオークションか入ったんですよね。ほんで 250cc まで の、 あの車検のいらないタイプのバイク買ってみて一回やってみようかななんて思ってね、まあ仕入れたりしてやってたんですけどね。バイクの需要ってやっぱないねこの辺ね、田舎だから。都会の方だとさ 50cc とか、お買い物とかにね非常に使い勝手いいのかなと思うんだけど、この辺ってもうみんな一人一台軽自動車持ってるよね、車を持ってるね一人一台本当に車を持ってる、うん、なんかね一家庭に、まあ、メインの車を置きながらお父ちゃんお母ちゃん仕事行くように軽自動車を持ったりするみたいな、なんかそんな感じだもんねこの辺ってね。あんまりこの辺でバイクの需要はないね、うん、まあ、好きな人がまあ遊び程度にってことで、やっぱね好きな人からすればね 400cc とかさ大きな大型バイクとかやっぱ持ってる人もやっぱりいるけどね、うん、でもそういうのになっちゃうとやっぱ趣味性がねすごいから、私はあんまりバイクの知識がなくてね、で高いよねバイクって、やっぱり人気なバイクってやっぱ高いから、そういうのはねよくわからないんだよね。オークションでもすごい高いバイクもあったりするんだけどね、うん、よくわからないね。まあうちはだからさ、まあ、250までので、まあまあそんなに高価じゃないけど、まあ、とりあえず乗って乗れないことのないバイク50cc とかがメインですだから、まあでこいつらねちょっともう処分しようかなと思ってね、うん、エンジンかかんなくなるんだよねすぐね、この 50cc になって、うん、こいつらもそうだね、やっぱすぐバイクってエンジンかかんなくなるから、こう触ってみて思ったね、いやー難しいねバイクって。これもっとねこうコンスタントにポン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 売れんだったらもっと簡単なんだけどね、やっぱね需要がないねこの辺は、だから難しい、売れないから。だからってバイクにねかける手間暇はさ、やっぱり結構な手間暇かかっかんね、日々のメンテナンスしましょうと思うと難しいなバイク、地域性もあるだろうね。でも取り扱ってみて、あ、いやいい勉強になったなと思ってね、需要と供給のバランスってさ商売では本当に大事だね。需要のないところで供給したところでやっぱ売れねえからね、うん、これがいい例だね。南相馬市、相馬市ここの地区でバイク専門で商売やろうと思うのはなかなか難しいかな多分ね。まあとりあえず私はまあバイクで利益を出してご飯を食えるようにするのは難しいかなって、こうやってちょっとね本格的にやってないけどね、ちょっとだけこうやって触ってみて思いましたね。商売って難しいね本当に、ね、まあ、だからこいつらはちょっとあとタイミング見てヤフオクとかでこのジャイロみたいに処分しちゃおうかなと思ってさ、タイミング見て処分します。でバイクはまあとりあえずやってできないことはないからね、うん、かっこいいのだけ何台かだけ置いときながらはやろうかなと思ってけどさ、継続的にね、うん、ただ本当1台2台ぐらいだけなんか置いといてかっこいいのをちょっと置いとくぐらいにしようかなと思ってねかっこいいしね本当に、なんかバイクってかっこいいよね。俺免許持ってないんですよねバイクね、免許持ってないんだけど置いとくだけでかっこいいよねバイクって、うん、なんかそんな感じがしちゃう。まあまあとりあえずまあこんなとこだな、うん、でなんでまあ近々あのバイクだしヤフーオークションあたりで、処分で売り切りやっちゃおうかなと思っております。まあぜひその時には見てやってもらえればなと思います。よろしくお願いいたします。バイバイ。